すいません、申し訳ない、ごめんなさい、遅刻しちゃいました、すいませんよかった。どこ行くか決めましょうか。10月の末にですね、月猫さんの W800 カフェの写真を撮りにですね、大川峰まで行ってきたんですが、何を一番やったのか、メッシュジャケットに T シャツといういでたちで行ってしまって、寒くて寒くて死にかけたアシカでございます。いや、このね、月猫さんの W800 カフェかっこいいんですよね。あえてビキニカウルを外してるのがいいですよね。さらにバックステップも組んでてですね、ほんとカフェレーサーという雰囲気で、自分もちょっと乗せてもらったんですけど、めちゃめちゃいいですね。本当にかっこよかったです。で、自分死ぬまでにね、女の子とインカムつないでツーリング行きたいなという願いがあったんですけど、まあこれで成就したということで、いつでも死ねるなという気持ちでいっぱいでございます。大川峰行ったことあります？いや、ないです。あれこですよね、ちょっと手前。そうそうそう、そこから上がるところ行ってみます。どうする、どうしましょう、行ってみましょう。ね、行ってないとこの方がいいですもんね。カルストは先週も行ったしね。昔はね、これ抜けれたんですよ、カルストに。こっから、ほら、通行止めねえ、あれ来てなかったらここで死んでますね。心停止を起こしてます。いや、どうなってるかね。ここはね、ツツジのね、6月5月末とか6月頭がすごい綺麗なんですよ。ツツジがね、山一面にね生えて、花がね咲いて真っ赤になるんですよ。見たことないんですけどね。でもこれインカムでツーリングっていうのも面白いですけど、なんですかね、こう初対面の人とはなかなかハードルが高いというか、ね、厳しめですよね。会話が続かんとかってマジ地獄ですね。あ、そうですか。はい。いや、だって喋んないとこれちょっときついなって感じになるでしょ。お、見えてきましたよ。気がついたんですけど、今俺メッシュジャケットにメッシュグローブですね。通りでなんか指先に冷えが回ってきたなと。あ、しまった、大悟さん。さあ、ここが三河峰ですかね。こっちが三河峰で、向こうが大川峰。お、こっちはでも結構ススキが生えてますね。紅葉も綺麗だし、いい感じですね。わー、綺麗、すごい、わー、すげえ、わー、綺麗、雲がいい感じですね。ですね。よいしょ、上まで上がりましょう。いやー、おお、すごい、綺麗、久しぶりに来たんですけど、いいっすね。綺麗ですね。もうちょっと天気が出てくれや。ほら、四国カルスト県立自然公園三河峰。寒いですよね。やっぱ寒いですよね。おお、綺麗、すごい。うお、綺麗。よっ、これはなかなか最高っすね。あっちまで行けるんですけど、行ってみましょうか。はい。いやー、風は冷たいですけど、本当。なかなかの絶景具合で、いいですね。あ、でも本当この辺もっと後に来たら紅葉はね、綺麗そうですね。
お互いちょっと間違った格好してるしちょっとね何を血迷ったんだろうかっていう。あーすげえ、でも綺麗、めっちゃうわー丘陵地帯、牛がいないんですよねここ。サブこれは早く取って帰りましょう。わあいい感じだな。またなんかこうカルストと違ってね、結構ねここ俺は好きなんですけどね、誰も来ないんでね、バイク乗り。もうね Google マップの衛星写真を食い入るように見て探してますからね。あこれ良さそうみたいな。ちょうどねカルストも見えるんですよ。あほら正面がカルストですね。宿舎あるでしょ。カルストからも見えるんですよここ、ここ結構良さそうじゃないですか。良さそうですね。ねえ。あー、そうだった。いやーほんと綺麗だわ。わあすげえ。いやーあの山にかかる雲のあれがいい感じですね。もうな2回目の俺の方が多分テンション上がってるみたいなねこの感じわかりますかねほんとすごいですね、モコモコでね。おすぐ上にも雲が。わあすげえ、前の雲もすごいですね、なんか。あーすごい夏っぽい